はい、いつもお世話になっております。アンツベチャンネルです。で、今日はですね、引っ越しをねしていこうと思います。引っ越していてもありの引っ越しなんですけれども、こっちのね、ずっと飼育してるこちら黒山アリのコロニーなんですが、もうね、もう汚くって、まあ、コロニー自体はすごく活発に活動しているので、まだまだね、規模は大きくなってくれるはずなんですけれども、ちょっとこの巣だともう満帆な状態なので、これにね、前回作成したこちらの新しいね、石膏の巣をねつなげて、こっちに引っ越ししてもらおうと思います。はい、まあ、早速やっていくんですけれども、ちょっとね、前回動画撮った時よりもちょっとだけ細工を加えてまして、一応ね、ここの裏のところに4箇所ね、ショック吸収っていうか安定させるための、なんかね、なんだろう、これシールなのかな、うん、ちょっと固定するためのものを設置してみました。これがね、かなり良くって、安定感もものすごい良くなるし、あとはね、ひっついてくれて倒れにくくなるし、規則吸収もしてくれるので振動にも強くなるしっていうところで、これね、めちゃくちゃいいです。はい、まあ、ちょっとそんな感じで作ってみましたので、早速ちょっとじゃあつなげて様子を見ていきましょうか。はい、
はい、ということで一応引っ越しから1週間くらい経ちまして、まあ、完全にこちらの新しい巣に定着しましたね。はい。で今見ると、まあ、こんなところに今繭が大量にありますけれども、繭とかね、あとこっちは幼虫のお部屋ですね。でそれからこの上にも繭のお部屋があったりして、で今女王がどこにいるかというと、今ここのちょっとね深めになってるお部屋があるんですけれども、ここに固まってまして、おそらくこの中に女王がいます。はい。今ちょっとね中でね働きあり守られているので、表に出てきてませんけれども、多分ここにいると思います。はい。であとはね、まあ、全体的にも巣を使ってくれてまして、まあ、真ん中のところにね若干ゴミ捨て場ができたりしてますけれども、まあ、こういうのもね巣が大きくなっていくと徐々に餌場の方に取り除かれていくんじゃないかなと思います。はい。という感じでね、本当にめちゃくちゃ安定してくれてまして、で巣もねしっかり活用してくれてますので本当に良かったですね。で今のね昔の巣の方もちょっと動かしてみましょうか。でこっちの方がね昔の巣ですけれども、一応こっちの方もまだ働きアリが多少残っていますけれども、まあ、メインはもうこっちに移動してますね。でやっぱこうやって見ると働きアリ相当数いたみたいですね。はい。こっちでも多分ね50から80くらいいると思うんですけれども、でこっちにもめちゃくちゃたくさんいるので、本当に数百匹単位のコロニーなのかなと思います。まあ、ちょっとね今の状態からすると1000匹以上は超えれそうな感じがしますね。はい。でまあこっちはもう乾燥してもう巣に適さなくなってくると思いますので、そうしたらこっちに大きな餌場を新しくつけようと思いますので、はい。まあ、そんな感じで今期はですねこのアリの巣で飼育をしていこうと思います。はい。まあ、結果的にはねものすごくいい感じになったので、まあ、これがねあとどれくらい使えるかっていうところがちょっと一つまだ分かりませんけれども、はい、できれば2年くらいは使えたらいいかなと思ってます。ということでね、まあ、2年後にねまたこの様子をね見ることができれば面白いのかなと思いますので、はい、楽しみにお待ちいただければと思います。2年後ちょっとどうやってるか分かんないけどね。はい。ということで、じゃあ今回はこれで以上です。ありがとうございました。